世界遺産に登録された小笠原諸島を体験してもらおうと、最新のデジタル技術を駆使したユニークな企画展が新宿で開催されています。天然記念物のオオコウモリや光るキノコグリーンペペ、小笠原の自然が壁一面に広がるこの作品は、会場の音に反応して映像が動くデジタルアートです。こちらは小笠原の海をイメージした作品、悠々と泳ぐクジラやウミガメなど、小笠原の透明感あふれる美しい海が表現されています。楽器とですね、映像がつながっていて非常になんか面白かったと思います。これからもう一回試しに行こうかなみたいな。他にも現地の写真家が撮ったおよそ500点の写真など、生きた小笠原の姿を見ることができるこの企画展は今月18日まで開催しています。